はい、それではね、始めていきましょう。はい、どうも皆さんおはようございます。マックラ TV のゆきちです。どうもご無沙汰しており、ご無沙汰ではないかな。最近ちょくちょく動画上げさせてもらっていまして、前回の動画でも言いましたけども、新しい方が増えてきていましたので、今回は、はい、皆さん待望のこれ作っちゃいました。でん、ゆきちのアルゴリズム理論についての、まあ、テキストじゃないですけどね、ハウトゥー動画っていう形で、この77,470円とか3連複で当てたレースとかね、そういったものの、まあ、計算式をどうやってやるんだっていうところの考え方、マンクラ TV 計算式で万馬券を当てようっていうですね、そのアルゴリズムの基本編という形で、まずその1、はい、あります。その2までありますんでね、とりあえずその1の方を先行ってみたいと思います。それではね、まずアルゴリズムとは何ぞですかということですけども、まあ私ね、諭吉が考え出した数値ということで、アルゴリズムっていうのはよくね、数学とかの、あれで出てくるね、計算式で、いろんなものを、なんていうんですかね、パターン化する、要は標準化するみたいな感じの、ものを言って指してるのが多いと思うんですけど、僕の場合はそのアルゴリズムっていう数値を使って、競馬の穴馬を狙っていくものにしちゃおうっていうことですね。まあ動画見ていただいている方はよくわかっていると思いますけども、はい、はい。まあここに、競馬ソフト開発時にそのところに気づくってありますけども、もう今からどれぐらいですかね、20年ぐらい前ですかね、そういうことをしてたこともありましたので、まあその時にふと気づいちゃったっていう部分から、まあ検証していったんですけど、まあよく僕が言ってます。締め切り10分前のオッズから計算っていうことで、レースが締め切り、例えば13時に締め切りの、発送のレースだったら12時59分が、締め切りになりますので、12時49分から12時50分の時に、まあ約10分前のオッズっていうのが一番、なんて言うんですかね、適合するというか、当たったかなっていうのがありますね。2、3分前になったりとか、直前でガラッと変わったりするじゃないですか。そこを追いかけてしまうと、もうわからなくなるので、一度、まあ、高確率で当たっているところを探そうということで、どの、まあ、時間がいいのかなっていうことで選び出したのが、締め切り10分前のオッズという形になってますので、まあ、その辺は皆さんご自由に自分で探していただいてもいいかなと思います。はい。まず、締め切り10分前のオッズから計算するんですけど、何するか。単勝人気の1番人気から5番人気までですね、上位5頭っていう3連複のボックス。ですね。3連複ボックス5頭でやると10点になりますから、この10点のオッズから計算するということですね。で、この10点のオッズが出たら、目標利益っていうのがあるんですけど、目標の利益ってわかりますかね？資金分配するんですけども。例えば、目標利益を2万円出したいとき、いくらの、金額をどこのオッズにいくらずつ貼っていけば、例えば1000円ずつ全部買いましたとか言ってある。ね、10点を2万円利益出そうと思ったら、どこのオッズに入っても2万円が出るように資金をかけるっていうのが資金分配。それが目標利益の資金分配ってなってるんですね。で、もう一つあるのが、かける金額、投資金額の資金分配っていうのもあるんですね。要は、どのレース、どの、着順のレースで当たってだとしても、どのオッズでも同じぐらいの配当を目指せますよっていう、要はかける金額を決めるっていうのもあるんですけど、今回使うのは私の諭吉のアルゴリズムでは目標利益を生むための金額から計算しますよと。はい。で、アルゴリズムの数値の分類ってなってるんですけども、まあここ2万円割る資金配分の合計金額、後で出てきますね。それを、入力するとアルゴリズムとなるんですけど、その数値が 2.0 未満ですね。もう 2.0 を切っちゃってる場合は、もう本命決着濃厚っていう形で、本命決着の決間違ってますね。はい、すいません。額がないもんですから、こういう間違いよくありますので、あまり気にしないでください。
で、まあこれは本命で決まるのが多いかなっていう、当然それでも荒れるレースはありますけども、本命決着が多いかもなっていうことで、私の場合はこれをスルーっていう形でそのレース買いません。はい。で、2.0 を超えて 3.5 未満中穴決着濃厚ってなってるんですけど、これね、3.5 ってなってるんですけども、すいません。今、最新版で 3.75 になってます。2.0 から 3.75 は中穴決着濃厚っていうことでね、よく言ってます。7、8、9番人気が飛んでくるってやつですね。で、3.75 を超えるものに関しては、大穴決着。要は、11番人気、13番人気、15番人気とか、10番人気、12番人気、14番人気なんかも絡んでくる決着になりますよ、というのが、アルゴリズムの数値の内訳なんです。この数値は大体皆さんしっかり覚えておいてください。で、次ですけども、まず例題として2022年ですね、この間ですけども、今日ね、2月の17日に撮影してるんですけども、2022年の2月5日土曜日、小倉の9レースの方で、まあいいデータが取れてたんで、まあちょっと画面ちょっとね、滲んじゃって見にくいかもしれないんですけど、すいません。左にあるのが単勝オッズになってます。これがね、1番人気から順番に16、18、2、11、13という5番人気までいけます。で、この5番、右側にあるのがこの人気上位5頭の3連複をボックスで検索したデータになってます。で、このこれ一番左に3連複のボックスの10点があるんですけども、真ん中にあります投資競馬追い上げ資金配分ツールとありますけども、これのURL ですね、後で、概要欄に貼っておきますので、そこから、皆さん見に行ってもらえればこのツール使えますんで、無料で使えるツールなんで安心してください。で、一番右に、損失累計目標利益とかありますけども、この損失累計とか使わなくていいです。はい、次、はい、真ん中に行きましたね。この目標利益っていうところが、本来先ほど言ってます2万円をって言ってたのを、なぜここ2万4000になってるかっていうのが、本来、係数っていうのがあるんですけども、オッズっていうのは締め切り直前にガラッと変わって、だいたい高くなることはあまりありません。安くなっていくんですけども、その辺を踏まえて、変動係数っていうのを 1.2 倍にしてますので、2万円を稼ぐためっていうことにするんだったら、2万4000円を利益にして計算した方がいいと。いうのが、諭吉の理論では出ているところですね。で、左に出てます3連複の10点のオッズを 26.4 という 35.3 というふうに、この表の右側の欄に、オッズってね、買い目メモとオッズって書いてますので、左側は買い目のメモをね、入力するようになっているんですけども、そんなもの別に使えませんので、右側のオッズのところだけ、こうやって10点入れていただいて、下の実行ボタンを押すと、右に出てきます。投資金額5800円。ってことですね。例えば1番のとこ見てみると、11、16、18の場合 26.4 倍ついてますよとですね。で、今 26.4 倍ついてるから1200円かければ31,680円ってことで、5,800 円引いても、2万4000円以上の利益。まあこれ2万4000ってしますからね。要は、どこを見ても2万4000以上の利益が出てますよと。そのために必要な金額が5,800円いりますよということなんですね。はい。じゃあ、言ってました。2万円割ることの投資金額で出した答えがアルゴリズムって言いましたので、この場合ですと2万円割る5800円イコール 3.4447 っていうふうに続くんですけども、もう小数点2つぐらいまで OK です。3.44 っていうね、ここ四捨五入するか切り捨てるかは自由にしてください。まあ、3.75 とかのギリギリの時にどうしようかなっていうふうになるだけですので、普段はあまり気にしなくてもいいと思います。で、この場合ですと 3.44 ですから 2.0 から 3.75 の間ということですので、中穴決着濃厚っていうレースになるのではないかなというふうに、アルゴリズムとしては結論を出します。はい。で、中穴決着濃厚、買い目の作り方です。ここからですね、新聞も何もいらないってね、この計算式だけで割り出すっていうのはもう買い目も決まっちゃいます。2.0 から 3.75 の中穴決着濃厚の場合、馬1、馬2、馬3っていう風に、3連複のボックスの場合ですね、
馬1、馬2、馬3っていう風に1着、2着、3着みたいな選び方じゃなくて、まず馬1のところのレースところにずらっと1番から、出走頭数分の16と18頭みたいな感じがずらっと並んでます。で馬2、馬3っていうなってるんですけど、馬に1のところにまず7番人気、8番人気、9番人気という単勝人気、先ほど見ましたね、ここです、単勝オッズ出てきました、ここ、これを控えておくと後で便利ですね、めんどくさくないですから。これの7、8、9番人気ですから、17番、1番、9番っていう、ね、ここに出てますね。で、この、7、8、9番人気の3と、馬1のところにボタンを押してチェックを入れます。で、馬に、馬さんには1番人気から5番人気、さっき3連複のボックスを作った5頭になりますね。この5頭を押します。そうすると3連複ボックスで30点になりますので、3連単なんかにするとマルチで180点という形になりますので、まあ、この辺ね、お金ある方はマルチでやってもらっても面白いとは思うんですけどもね。まあ、注意が50点を超える買い目に関しては1回で買えませんので、2回に分けたりすると買い忘れ、買い間違いなんか出てきますので、まあ、その辺は気をつけてください。はい。で、実際買う時の三連複はフォーメーションっていうのを使いますので、7、8、9番人気ですから、この17番、1番、9番を馬1のところに、17番、1番、9番というふうに買います。で、馬に、馬さんに関しては、16、18、2、11、13となってますので、このことをボタンを押して、フォーメーションで購入するという形です。では、実際ですね、この時の小倉級レース、まあ動画でも見た方もおられるとは思いますけども、実際のレースを見てもらおうかなと思います。はい、さあここは小倉級レースもね、アルブルズグリロ、動画でも喋ってるので、なぜかいいんですけども、見てても分かりますかね。分からないです。こんな点数つけようがなかったです。まあ、ちょっと音ちっちゃくしますね。アルゴリズムが 3.4 ありましたんで、ここも中穴で、中穴目で期待していきたい、はい、ここでね、小倉級レースでは 3.44 っていうのが出てましたけども、本当新聞で予想しようと思っても、新聞紙でも力拮抗で波乱含みっていうふうに書いてたりとかしてるんですけども、そういうところをまあ詳しい方だったら本当当てれるのかもしれないんですけども、難しいですね、そういうとこを当てるっていうのは。まあこの日ね、小倉がすごい雪で大変なぐらい天気悪くて画面見えにくくなるんですけど、もうこんな感じですからレース見えないですからね。はい、まあこれ早送りしちゃいますかね。全く見えないですからね、ちょっと早送りしましょう、30秒、もう30秒いきましょうか。あ、ちょっと行き過ぎましたね、これ、これぐらいにしましょうか。直線入るところですので、はい、これが小倉級レースの最後、直線、何が来てるか見えません。はい、もう、まあ、ここね、今ね、11番、13番が突き抜けてくるところですね。はい、ここ1着2着が13番11番で、3着にんっていう感じで17番が飛んできたかなっていうようなレースだったんですけども、でここからリプレイ、1着2着ばかり気にしてて、3着をこの時はっきり見てなかった、飛んできたかみたいな感じで見ているんですけども、あ、この時はね、綺麗に、7番人気が飛んでくるっていうね、レースだったんですけど、まあ、1着、2着は11番、13番ですね。まあ、どっちでも3連複だからいいんですけども、まあ、3連単でも13、11ですね、この場合でしたら。で、3着にも見えてますね、17番がこれ来てるんですけども、まあ、こういう形で、はい、的中しましたっていうような形ですね。はい。で、実際、大穴決着のこの買い目の作り方、要は 3.75 を超えた時ですね。それはどうするんですかっていうとこなんですけども、ここにあります。馬1では7、8、9番人気。これ一緒なんですね。で、馬2に11番人気、13番人気、15番人気。
というふうになってます。で、これ確保します。各競馬場に違いがありますと。それはまあ気をつけなきゃいけないんですけども、またそれは後で言いましょうね。で、馬さんに1番人気から5番人気までの上位5頭にしますと。で、3連複ボックスでは45点。ね、ちょっと30点には絞りきれないんですけども、3頭、3頭、5頭のこれボックスで買うと、45点。マルチですと270点になりますんで、3連単の場合はね。まあ、この辺はまあ、僕はボックス、3連複の方でいいかなと。1着、2着に、穴馬が入ってこない限り、3連複の方が美味しかったりしますのでね。まあ、その辺は皆さんのご自由で判断してもらったらいいかなと思います。で、大穴決着の、2021年なんですけどもね、サンプルが取れた、残ってた動画、とか残ってるのがあったので、まあ、2021年2月6日東京の10レースですね。はい、これが単勝オッズ14番1番15番2番7番ですね。ここまでの3連複のオッズ、人気上位5頭の3連複ボックスは右側にありますね。はい、でこれをまあ、同じように入力します。追い上げオッズの計算します。じゃあ投資金額の方は4600円ということですね。じゃあ2万円割ることの4600円イコール 4.34 ということで 3.75 を超える大穴決着濃厚レースということで、まあ大穴を狙っていこうじゃないかということですね。で、大穴決着濃厚の買い目の作りた方なんですけども、さっき言ってました各競馬場に違いありますので、これがどういうことかというと、奇数人気の傾向と偶数人気の傾向に2つ分かれます。要は11、13、15番人気、単勝ですね。こちらが東京とか中京、阪神、小倉、新潟、函館といったレース場に関しては、奇数の方が多いかなってことです。必ずではないんですけども、まあ、傾向がそっちが強いかなと。で、偶数人気の決着は10番、12番、14番というふうに、京都、中山っていう感じですね。まあ、こういったものがあるので、まあ、この辺はその時の皆さん、オッズとかですね、判断は自分でしていただいてもいいかなと。で、今回僕書いて、ここでね、注意、傾向があるだけなので、その時の単複順位違いなど参考にしてくださいというね、ここがね、ミソなんですね。まあ、さっき言いました2つありますけど、その2の方で、この単複順位違いありますけども、まあ、それを覚えておいてください。この奇数人気っていう時と、偶数人気っていうのが大穴決着の時は気にしなきゃいけないですよ、となってます。はい。では実際、これね、東京の方の、去年のね、ですね、14番、1番、15番、2番、7番ですが、7、8、9番人気。ね、3連複フォーメーションでは、馬1のところに、7、8、9番人気です。ここで言うと、5番、11番、13番ですね。はい、この3頭を押します。で、馬2に、11、13、15番人気ってしましたよね。で、11番人気っていうのが16番。で、13番人気が3番。で、この場合、なぜ3連複、ここ2頭しか押してないかですね。要は、15番人気の馬9番なんですけども、まあ、これ単複の順位違いっていうので、後で説明するので、まあ、ここではさらっといきますけども、要は足切りっていうラインがあるんですね。その足切りっていうラインを、考えたときに15番人気まではいらないかなということで、この時16頭立てか17頭立てのはずなんですね。ですから、まあ、そこは覗こうかなということで、2頭にします。で、馬さんには、14番、1番、15番、2番、7番というふうに、人気上位5頭の方を入れてます。では、実際ですね、そのレースの方を見ていきましょう。競馬の使いが今収まって、16頭全馬ゲートの中。まあ、ここはね、ほんと去年、まだ YouTube をほんと始めたばっかりの頃にですね、やった動画じゃないですかね。この時も、配信はしてあるので、確か、出た7万馬券とかっていうようなサムネイルを作ったと思いますんで、まあ、それもまた後ね、概要欄に貼っつけておきますので、過去の動画の中から、またそれも見てもらえればいいかなとは思うんです。
ここはね、もう3番か16番が来ない限り大荒れになりませんから、それだけを願うところなんですけども、まあ5番、11番、13番も1等来なくちゃいけません。これ赤、青、緑ありますけど、その中から1等ずつ決着すれば当たりっていうフォーメーションの変え方してますんで、さあどこですか、これなんか逃げてる馬がいますけど、何番ですかね。2番が逃げてますね。逃げるか、逃げ残るか。これは2番、2番上位5頭ですけどね。何が飛んできましたの。13番来てる。お、3番も来ますね。いいんじゃないですかこれ。13-3-2 ですね。 13-3-2 ですから、これ3連単で勝っててもすごいことになってたんですけどね。まあ3連複で勝ってたかなというレースですけども、はいはい、まあいう形でこの 77,470 円っていう3連複ですね、購入して、これね、馬2のところ2点に絞ってましたので30点買いです。3000円で 77,470 円っていうね、いやー素晴らしいですね。まあ決着見てみると、13番の馬が6番人気ってなってるんですよね。私の時にはこれ7番、8番、9番人気ぐらいだったんじゃないかなと。で、2着に入った2番が3番人気。で、3着に入った3番が14番人気ってなってますけど、私買った時は13番人気というふうに。ですから、ね、直前で買った場合ですと、外れる可能性があると。まあ、だからその辺10分前のオッズっていうふうにしてるっていうのが、味噌なんですね。はい。まあ、これ的中したレースでした。で、アルゴリズムの基本編、その2ということで、単複順位違いとは何ですかですね。これはですね、まあ、私、ゆきちが見つけた理論でね、まあ、ありました。競馬ソフト開発時にそのことに気づくっていうことで、この頃、やってたソフトを作ってる内容っていうのが、上位人気で決まるレースは、これだみたいな考え方をしてたので、安い配当なんで、一発当たっても、何ですかね、次外れたらもう利益がなくなっちゃうみたいな、そういう面白くなかったんです。だから、いかに、何ですかね、上位人気で決まるレースを外れなくするかっていうのに特化して探してたんですけど、その時に気づいたっていうのが、単複順位違いだったと。まあ、これも10分前のオッズから取ってるんですけども、わかりますかね、この単勝複勝のオッズっていうのがこう並んでます。で、別で赤い数字で抜き出してる、見やすくするためですね。右と左で対称にするために、単勝と複勝並べてるんですけど、16、18、2、11っていうふうになってるのが単勝オッズ。16、2、18、11ってなってるのが複勝オッズ。違いますね。で、これで右と左で違うのありますよね、数字の。順番が変わってる。そこに0点打ってますよと。ね、2、4、6、8点、全部で8点で0点ついてるんですけど、赤い点線ついてますね。これがさっきちらっと言いました足切り線ですね。足切りラインなんですけども、副賞オッズの方を見ていただければいいんですけども、分かりますよね。これ14番人気と15番人気のところで足切り線入ってるんですけども、要は副賞のオッズが10倍未満のところで、足切りにしてます。で、副賞で10倍来るよ、超えてるような馬が、3着以内に飛んでくる確率っていうか、そこはね、本当年間通じても本当どれだけあるんだってことなんで、もうそれはもうないと思った方が、トータル的には勝てるようになります。そこを追いかけてて何千万馬券とか取ったとしても、それ以上に負けてる結果になりますんで、勝つためにこの計算式で答えを出していこうっていう考え方がありますので、この足切りラインっていうのはすごく命になってきます。ですから、レテン14番15番で最後2頭ついてますけども、14番人気副賞の方で見たね、8番の馬のところの下に足切りラインをレテンで入れます。そうすると、足切りは実際6点ですね。はい。6点しかなかったんですけども、じゃあこの判断基準どうするか。はい、ここです。単勝副賞のズレ6点の場合は7、8、9番人気って今書いてますけどもね。はい。中穴狙いですから。はい。あります。で、
0から4って言うと、もう0ってね、ほぼ見たことがないんじゃないかなっていうぐらい。まあ1個とか2個ね。まあ1個っていうのも本来ありえないんですけども、まあ滅多にないんですけど、まあ2個とか、まあ2個以上が多いんですけども、2個、3個、4個ぐらいまでは上位人気5頭で決まるレースになることが多いかなと。で、5個から9個ぐらいが7、8、9番人気の馬ですね。先ほどやってました小倉級レースですね。の時のようなレースになったりとか。で、10個以上は大穴ですよ、と。だからアルゴリズムが乱れてて、すごくついてますよ、と。で、単勝複勝のズレもありますよ、っていう時なんて、もうこれどちらで見ても中穴だとかね、どちらを見ても大穴だっていうような時は、すごく狙っていきやすいかなっていう、そういう考え方になってます。で、これ2021年度、去年ですね、取りました私の万馬券の一部っていうのを紹介したいかなと思ってます。一番高かったんですね、この東京の方が7万7000ついたやつがね。で、その後、次で5万円とか。まあ、その後ね、2万、3万とかっていうのはザラザラありましたんで、まあ、適当に並べてます。で、まあ、万馬券クラブですから、1万円以上ついた後、万馬券っていうのは、もうたくさんあるんですけども、もう、多すぎるので、ね、このキャプチャーショットして貼り付けるのがめんどくさいんでやめました。で、当たってもね、8000、9000とかっていうね、万馬券にもうちょっとっていうね、まあ、利益は出てるんですけども、万馬券はもうちょっとっていうのが非常に惜しいのがたくさんありますので、まあ、万馬券クラブ、略してマンクラ TV ですので、まあ、万馬券の方をこうやって紹介してい いきたいかなと思います。ご視聴の方、長いことね、見て、まあ、25分ぐらいありますけども、ご視聴ありがとうございました。このアルゴリズム理論基本編ということで、今日はお送りしました。またね、応用編であったりとか、裏技の方をね、たびたびいろいろな動画で喋ったりとか見せてますので、皆様、また今日もこの、計算式で当ててるだけか、じゃなくて、その裏技っていうのがね、その都度その都度ね、状況によって変わってきたりしますので、しっかりとね、チャンネル登録の方をしていただいて、毎回視聴していただけるとありがたいと思います。それでは、いいね、高評価の方を押していただけて、チャンネル登録もしていただけたら幸いだと思います。長い間ご視聴ありがとうございました。それでは。